アリオ北砂は、東京都江東区北砂に立地するセブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設で、ある。日本貨物鉄道総武本線越中島支線の貨物駅だった同じ川駅跡地に建設された大型ショッピングセンターで、2010年6月2日にプレオープン、同年6月4日にグランドオープンした。 当初はマイカルが開発することになっていたが、2001年に契約を解除し、伊藤洋華堂に切り替えられた。伊藤洋華堂が展開するショッピングセンター、アリオとしては全国で8店舗目、伊藤洋華堂としては全国で178店舗目となる。これまで建設されたアリオはすべて工場跡地の再開発事業であり、貨物駅跡,跡地の再開発はこれが初めてで、 敷地は JR 貨物の所有地のままとなっている。建物は3階建てで、伊東洋稼働割を北砂店を各店舗に119の専門店が並ぶ。ロフトなど、セブンアイホールディングスグループの店舗が5店舗入居しており、同グループが一つのショッピングセンターの開店時に6店舗入居するのは過去最多であると謳っている。出店テナント全店の一覧。 詳細情報は公式サイトフロアガイドを参照。ありがとうございます。